ジョージャン、いいところに。一杯飲まねえか。また高級美容飲料とかでしょ。宣伝に使われるなんてごめんだ。教授に飲ませりゃいいだろう。呼んだ。呼んでねえよ。うざ。今度は美容じゃねえ、実用品だ。名付けて教皇庁御用達エネルギー補給飲料。へえ、教皇庁と取引してるんだ。いや、行ってみただけ。詐欺じゃないか。ジョーちゃんが気に入れば詐欺じゃない。なんで私に絡むの。人はブランドに弱いですから、聖女の騎士のお墨付きとなればバッカバッカとバカ売れするんでしょうよ。というわけで、さあ飲んでもらおう。そして嘘でいいからうまいと言え。やだ、誰が飲むか。じゃあいいや、聖女のリュリーテス嬢、これ飲んじゃって。うわ、やめろ。私が飲む、飲むから貸せ。トマトジュースなんだけど。ああ、中身はこの前のと変わってないぜ。大量に仕入れちまったもんだな。適当な宣伝文句つけて早急に裁きたい。悪徳商人め。ここに来てたんだね。良い場所だな、ここは。妖魔も受け入れるホテルと聞いた。私が身分を隠さず泊まってられるくらいだからね。ところで娘、あの男どう思う。教授のこと？分かんないな。怪しいやつだとは思ってるけど、どうして？我が見るにあの男誠実だ。いや、誠実すぎると言うべきか。妖魔に対し特別な思いがあるようだ。思いか。とりあえず我のことは心配ない。娘、お前がきっかけを連れてきた。ありがとう。うん、